堀さん。この角度やば。海やプールに。本当に同一人物？今でも信じられないんだけど。あ、何言ってんですか？同じクラスの宮村ですよ。え？大丈夫そうなので失礼しますね。また遊びに行ってもいいんですか？宮村、ちょっといい？ありがとう。ああ、あげた時はやっぱ痛かったな。ケーキ持ってきたよ。家はケーキ屋らしい。堀さんすごい、ほとんど90点台。漫画は好きだけど、萌えとまでは。別にオタクというわけではない。あ、意外と下まつげ長。堀さん、俺も堀さんのそういう格好。もうセールには行かない。ああ、そういえばごめん、タバコが。どうしよう、これ。誰しも他人には見せない一面がある。堀さん、どうしよう。無自覚、無自覚なの。こっちの堀さんの方が可愛いよ。とか、その筋肉のつき方が良かったり。うるさいわ。寒がり？汗出てんぞ。石川君、堀さんのこと好きなんだ。いつも睨んでくるんだ。そうだよ。堀じゃなんか違うもんな。え、本当にそうなの？おお、ありがとう堀。人気者だな。堀さんしか見たことがないんだよ。になるけど。顔はいいんだよな。髪うぜえけど。体育って体育館だっけ？え、気づいたら掘っちゃってる時ってあるじゃん。ねえよ。ピアスまで開けてたのかよ。釣り合わないとか本気で言ったわけ？え、でも。おかえり。ソータのことなら俺が迎えに行くから。俺と石川くんじゃ釣り合わなくない？そっち？なんであんたが私の株とか気にすんのよ。堀さん、なんで？なんで？でも、ただ私！いった。お邪魔します。おう、うん、堀さん、堀さんはどんなのが好きな？名前くんづけっていうか、お母さん若いよね。あ、もしかして誰か気になってると？いえ、そうじゃなくって。なんか堀さん、ここんとこ変だよ。ただいま。あ、遅れましたか。ケーキ作って持ってったら堀さん元気出るかな。大丈夫ですか？え、京子でしょ？堀さん、大丈夫だろうか？はい、堀さん。理不尽。ちょっと待ってね。あいに言いがかりつけられてんだ。じゃあね。言うだけ言われて去られてしまった。あ、これ。え、俺前見て。なんで？探し物ってこれ？気になってたんだけど、堀さんって会長に弱みでも握られてる？会長。あれはなんとなくムカついたから。自分の好きなやつだけど、気持ちだよ。これは俺からハッピーバースデー。え、そうなの？3月のプレゼントか。
俺なら堀さんに何をと。これちょっと持ってて。不思議だ、もう3年生か。学校って難しいの。だから安心してた。この輪の中で俺はちゃんとできているんだろう。さっきこの人俺の名前覚えてなかったような。堀さんって、ある意味堀さんもすごい。あそこまで徹底してく。ああ教科書持ってきたかな。石川君、友達、友達なのかな、これって。石川君、俺のことどう思う？キモいと思う。あと堀と仲いいのが無条件でムカつく。はっきり物を言わないときはイライラする。たまに行動変。大丈夫。お前はちょっと不器用なだけ。聞こえたか泉。うん、え、今日もいないの？なあ石川くん。石川くん、あれ聞いてる？ちょっとなんか言った？吉川さんの言う通り剃ってる。恥ずかしい。うわぁ、ごまいもある。あ、ママ今日も遅くなるのか。絶対呪われてる。食するのも命がけなんだ。石川くん、どんまい。石川くん、ぼっこがっていうか。わーい、手洗ってから。宮村も食べてくでしょ。ああ、うん、いいの？なんて。あのね、堀さん、実は…いいわよ、何も聞きたくない。石川くんなりに何か思うところがあるのかもしれないけど…宮村、ストップ、ストップ。喧嘩の原因、実は堀さんなんだ。なんで石川くんにそこまで言われなきゃいけないの？言わなきゃわかんないだろ。何それ。だから、ごめん、いっだから。石川くんが びっくりさせるか。いや、多少のイラつきもあった。